はい、ポプラです。やっていきましょう。ここのよくわかんない空間にずっといます。とりあえずクリアすることだけを目指しています。何をやればいいかなんとなくわかりました。まずこの岩を下に落とす。怪力つかなきゃいけないね。これで OK。この岩には意味があるみたいですね。適当に落としたらダメみたいです。上に行くのか。上に行く必要は多分ないんだよ、今。多分この階層にある岩を落とすんだと思う。だとしたら、こっち。こうかな。でも今はもう無理、いけない。だから、上に上がるしかないのか。残り1個がどっかにあるはず。この階層にはないけど、回り道して取りに行くんだよね、きっと。そういうことだと思う。1個岩がゲットできたから。どっちに落としたんだっけ?こっち、あ、そっちか。で、このポケモンの前に落とす。これでいいんだよね。で、落とす。これで、エムリットは吹っ飛ばされる。残り1個。あー、あった岩があそこにあった。あれだ。こっちにあったんだ。なんだ。オッケー。まず落とします。OK。で、ここ。よし。最後のところ間違いないよね。ここですね。こうして、あ、またか。いきます。これでどうだ?ピュー。吹っ飛んでた。3つやったよ。どうなるこれで。ディアールがパルギアとはバランスを保つことができても、ギラティナとの間にはバランスを保てないのかしら。ん?なになに?道ができた。おー、なんか最新分あたり来たんじゃない?いよいよね、この先にギラタイナがいる。なんで知ってんの?絶対なんかわざとはめてんだろう。裏ボス?先に来てたのね。どうして世界を変えようとする?あ、違う、あなたじゃなかった。どうして世界を変えようとするの?この世界が憎いなら自分一人誰もいないところに行けばいいだけでしょ?なぜこの私が世界から逃げるように息を潜めて生きるのだ?私はこの世界から心という不完全で曖昧なものを消し去り、完全な世界を生み出す。それが私の正義。誰にも邪魔させない。ん?二人とも見つめ合っちゃったけど、何してんの?私は負けぬ。あの影のポケモンにも、くだらない世界にも。え?このタイミングで戦うの?マジで?じゃあ戦っていきます。わあ、強いかも。いけるいける。やば、できるか。出てきない、ちょっと。ほら、水でいこう。あ、この角。やばい、結構効いてんな。よし。いけ。ちょっと我慢してて、難しい。よし、ナイス。ギャラドス。もう。今度は火が良かったかな。ありがとうございます。そうだね、近いね。スクショウ。タイプの判断が。いけギャラップ。できるさが。あ、キキャンは良かったんだっけ?むしろ水苦手なんじゃなかったっけ?そうだよね。うわぁ、最悪。そうだったわ。
ピカチュウさん出ても一発で死ぬよね、どうせ。マラコさん出てみる？ちょっと今、死んだけど。やばい、タイプが合わないか。やばい。なに？いけ、トータくん。なに、地震起きるんだ。やばい、めっちゃやばい。よし、こんなさせた。ちょっと回復。よし。なに？受けるダメージが強いな。サミーで使ってよかったな。よし。よし、眠り、ナイス、超ナイス。一気に行くぞ。なに？あー、眠気もなくなっちゃってる。ちくしょう。サミーで詰め替え。次、回復ね。よし。ナイスナイス。よーし。さすがどうかって無敵。ピカチュウさんはどんきんでるよ。どうかなす。やばい。死んじゃなかったっけ？やばい。忘れた。誰か復活させたいな。どうしよう。やばい。そんな、こいつヒナだね、じゃあ。ヒナになったもんな、みんな。ギャロップさんだし、ちょっと復活させたいな。状態回復？だっけ？復活がある。やばい。トレーチェンジ。せめて同じ特性で。レベル47変えて。やばい。めちゃくちゃ強い。まあ、一発でやられるってことはないみたいだけど。もう続きじゃやばいな。相手の TP とか、あれがなくならないと結構きついな。このゲームそういう設定あるのかな？相手のやつに蹴るみたいな。オッケー。ダメだ、中に戻るだけは。この気出してこないの？これはどう？やろ。やばい。回復余裕がないな。ボケが外れてくれればいいんだけど、一回でも。そんなことがあんの？ピカチュウさん出してみようか。こっち見てなくていいか。腹立つ。その間に、トータ君解答させます。電気で痺れさせたりできないのかな。ペロ。ダメだよね。エンペルトさんどうなの？ちょっと出してみようか。あまり高くはないけど。どう？おお、結構いく。いいね。よし。やばい、やばい。よし。よし。やっと倒した。やけど直したいな。まあ、ニューが強いのかな、どうなんだろう。ビビ48、同じか。もう全然来たね。よし。今のうち状態が。あ、チーゴの実、これだ。チーゴの実ってやつが、どうやらやけど直すらしい。よし。大丈夫、全然聞かない。あ、ママか。あー、くさい。どう聞く？あー、微妙。あ、間違えた。どうたくん出してみる？オッケー。どうたくんとチェンジ。あー、起きるなぁ。しかも相手の方が早い。よし、こんな。うん。何？効果がない。くそ、3人で進めてかけられたらいいんだけど。そう。かかんない、3人で。よし、かかった。エンペルトチェンジ。今のうち、よし、これで次で勝負みたいな。うわぁ、しっしょ。もう目覚ました、早い。でも攻撃は弱い。もう倒した。まあ、あと一体、クロバット。まあ、いけるでしょ、余裕で。ここまで誘い込んだこと、それに全部やろう。うん。どうだか回復。オッケー。大丈夫だと何も何もないと思う。このぐらい。
いいね。まさかまさかまさか私が負けるか。ここで一旦回復。物系が弱いんだね。苦手なんだね、やっぱりうちはね。昔は木の誰かいたよね。よし、3じゃない？よし、出した。2010、すげえ。認めるかも、あり得るか。ようやくここまで来たのだ。新しい世界、新しい銀河。なんとかやった。貴様に。あれ？あった。あのポケモンを倒したり、捕まえたりなど、できるものか。私が考えるに、このおかしな世界はあの影のポケモンそのもの。捕まえたり倒したりすれば、この世界も消えるはず。なるほど。貴様は私の代わりに世界を作り直すのではなく、世界を壊すというのだな。では、あとは任せてやる。なんだこいつ。大丈夫。ポケモンの世界を消すだなんて、そんなことありえない。だって世界は君が生まれるのを待っていた。君と一緒にいるポケモンも、君の親しい人たちも、さらに繋がる人も、ポケモンも、みんな世界に望まれて、生まれてきたんだと私は思う。だから嫌ってやんは気にない。私たちの世界も、この、破れた世界も消えたりしない。さあ、キラティナに会いに。って、その前に頑張ったポケモンを元気にしてあげなきゃ。お、なになに。いや、優しい。どういう機能なそれは。俺にもちょうだいよ、その機能。私たちの世界、この破れた世界、それは人の手で壊されかけてキラティナは怒っている。そのため、二つの世界は槍の柱で繋がり、お互いが歪み始めている。でも心配いらない。ギナタに勝つことで君とポケモンとが持っている強い絆を見せるか、あるいは仲間になってほしいと強い気持ちを見せるかすれば、ギナティナも分かってくれるし、世界の歪みも止まるから。いるの、この先。何？